ベースランニングというわけで、四季島にやってまいりました。スタジアムの、ね、近くにまで来てマスクを買いました。これラッコタワーとのコラボ商品ということで、注目選手がなんか大前元気選手っていう選手らしいんで、フォワードですか？フォワード、ガッツさん、ガッツさん、いらっしゃい、ガッツさん、こんにちは。あ、今撮ってんだ。撮ってます、ね、僕ら iPhone で撮ってるんで。あ、そうなんですね。そうなん、これやりましょう、これ一緒に。ガッツさん、はい、いいよ。このね、5番のね、はい、ユータ君はね、ユータ君、はい、藤井ユータっていう新しく入った選手なんだけど、はい、妹の旦那の弟なんだ。じゃあユータさんを狙いましょう。ユータ君狙いだね。こっち1個しか入ってないの。1個しかない、これ行くじゃん、この1個引いちゃう。それがゆうたくんなんじゃないかっていう、っていう。平尾、平尾さん出てる。あ、ちょっと僕ゆうたさん狙いますね。あ、あるよ。お、こうだね。これはこれはすごいな。メンバーで高台っていうのいるんですよ。あ、そうなの。すごいこれ。じゃあ今日からその子32番つけた。確かに32番だわあいつ。とりあえずこっちから寄せていかないと。これユニフォーム俺買ってってあげようかな今日。でも平尾さんと高台もスタメンですか？2人ともスタメンです。あ、じゃあ今日応援しよう。今日応援、ね、いいですねこの流れ。はい、結構です。こちらはですね、案件をご自身で切っていただいて、中に入れてください。お願いしております。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。もらえるんですか？ありがとうございます。すごいこれ。1対1、同点で前半を終了いたしました。いや、チリチーズかな。もちもちポテト、チリ&チーズ、かわいい。勝ってほしいね。開幕戦に勝つっていうのとこは見せてほしいね。もうスターグルーとかももうあれなんですね、ハーフタイムで終わりなんだ。次はメンバーみんなで来たいと思いますけど、高台が退場してしまった。怪我。うんうんうん、おー、よしよしよし、おおおー、よしよし、おおおあーあーおー。ご覧の通り2021明治安田生命 J2 リーグ第1節2対1でザ・スパクサツ君が勝利いたしました。
はい、戻ってきました。いや、めちゃめちゃ楽しかったっすね。勝ちました、高台加藤選手のゴールで、めちゃめちゃ興奮しましたね。ザスパサポーターのね、友人と一緒に行ったんですけど、今シーズンちょっともっと本腰入れてザスパの応援していきたいなっていう風に思ってますけど、本当に楽しかったね。スタグルもね、ポテトもちょっと美味しかったし、いやー、やっぱり生で観戦するっていいなって思いましたね。ぜひ一緒にザスパ草津群馬応援しましょう。この動画がいいなと思ってくれた方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ザスパ草津群馬の情報もね、概要欄にちょっとまた貼っておきますので、見てみてください。これ有名なんですよね。これでもポテト持ってんのにハンバーガー持ってんの、めっちゃうまそうなんだけど。